皆さん、うちの娘のココちゃんは3歳なんですけども、今現在便秘でございます。そして便秘の薬、そろそろ卒業でいいかなと思って飲ませなくしたんですけども、また便秘になっちゃってもう5日間もうんちが出てないんですよ。だからもうさすがに親として心配になるので、ちょっと管を使ってお尻を通してうんちを出させたいと思います。ココちゃん、ココちゃん、うんちずっと出てなくて辛いよねって、ていうか、ちょっとその格好何それ。ちょっとココちゃん、お腹すごい溜まっちゃってる？うん。そうだよね、辛いよね。でもココちゃん、なんとしてでもうんち出さないと、本当に最悪の場合、入院になることがあるって言われてたんですけども、あ、ちょっと、ココちゃん、ココちゃん、何？嫌だ。あ、これが嫌なの？うん。そうか、でもちょっとじゃあ分かった。お腹ちょっと触らせて、お腹。あ、ちょっと、お腹触らせてよ、ココちゃん。あ、もう嫌がってばっかりですけども、お腹がすごいぽっこりしちゃってるんですよ。特にこの膀胱の後、あ、ちょっと、ココ、もう、ココちゃん、まったくもう。どうも、シュンズ TV です。皆さん、便秘って本当に辛いですよね。ココちゃんはずっと便秘薬を飲んでたんですけども、いつかのタイミングで卒業させてあげたいと思って、1、2週間ぐらい前にもう飲ませなくなったんですけども、またうんちが固くなっちゃったみたいですね。ココちゃん、ちょっとお尻に管を通させて、それでなんとかうんち取りたいんだけど、いい？でもずっとうんち出なくてもいいの？いいの。よくないよ、ココちゃん。あ、そうだ、ちょっと2階のトイストーリールームからドクターステンチーを連れてきたいと思います。よろしくお願いします。トイストーリールームから医者のドクターステンチーに来てもらいました。ドクターステンチー、聞いてください。ココちゃんがもう5日間もうんち出てないんですけども、管をお尻に通したいと思ってるんですけど。なんと、さすがにそこまで出ないと本当に病院に行く必要があります。今日中に出させたいんですが、管を入れるのではなくお腹をマッサージするのはどうでしょうか。あ、確かに、ココちゃん、うんちが出るマッサージやってもいい？やだ。やだじゃないよ。それまでやだっつったらもう本当に出なくなっちゃうよ。いいの？いいの。よくないよ、ココちゃん。ココちゃん、ココちゃん、かわいそうに、もうお腹のところすごくぽっこりしてますし、それにさっきからお尻を気にしてますけども、ココちゃんどうしたの？お腹痛い。お腹が痛くなってきちゃったのか。いやー、どうしよう、ココちゃん、お願いだからうんちマッサージさせてね。ココちゃん、医者の私からもどうかお願いです。やだー。やだじゃないよ、ココちゃん。まったく、医者のドクターステンチーも裏のステンチーだって心配してるんだよ。そうだよ、ココちゃん、今日中に絶対うんち出そうよ。わあ、どうしたらいいんだろう、どうしたら。ココちゃんはイヤイヤ期ですから、何でもかんでもイヤイヤって言って。あー、すごい。ん？え？わわわわわわわ、ちょっと待って、急に現れましたけど、この鳥何？あー、鳥出てた。いやー、マジか、この鳥は何だろう。あ、そうだ、ドクターステンチ。なんと、私もびっくりしました。名前はケビンというそうですよ。ケビン？昨日の夜中、こっそり入ってきたみたいです。どうやら、ラッセルという男の子にとても懐いている鳥みたいですよ。そうだったんだ。でもどうして急にココちゃんの元に現れたんだろう。このケビンは言ってるよ。どうやら、子供がいるお母さんなんだって。わーん！そうなの？そうなんだ。だからココちゃんに、うんちが出ないと大変だよって教えてくれてるみたいなんだ。わーん！そうか、ココちゃん、このケビンという鳥は、ココちゃんのこと心配なんだって。ずーっとうんちが出てないと大変だよって。あ、そうだ、このケビンも見守ってくれてるから、うんちマッサージやってみよっか。やってくれんの？ねえ、ココちゃん、偉いね。本当にケビンのおかげで、ココちゃんがやる気を出してくれました。いやいや気だけど、ココちゃん、本当に偉いね。よし、じゃあ、うんちマッサージするから、しっかりと、今日中にうんち出せるようにしようね、ココちゃん。出たよ。ねえ、ココちゃん、見事に30分ぐらいマッサージしたら、うんちが出ました。ココちゃん、本当に偉かったね。管通さずに済んだね。ねえ、ココちゃん。あ、そうだ、このケビンのおかげで、ココちゃんのうんちも出たことですし、今からこのケビンを上のトイストーリールームに連れて行きたいと思います。ラッセルという男の子に懐いてるみたいですからね。はい、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 さ
てトイストーリールームまで来ましたよ。ラッセルに懐いてるということなのでとっても喜んでくれると思うんですけども、おもちゃの皆さん聞いてください、聞いてください。実はですね、今1階のリビングにいたらですね、なんと現れたのが、今これ何やってるの？シュンさん、パンフレットとポルカドット、アルファが伝説の鳥を探してるでしょ。そしてその鳥の特徴を聞いてたんだ。とってもカラフルで大きいくちばしの鳥なんだって。そうだったんだ。カラフルで大きいくちばし。そうだ、どこにいる。そしてなんだか匂いがするな。鳥だ、鳥の匂いだ。そうか、さすが鼻がとってもいいんですね。実はですね、私1階のリビングにいたらこの鳥が現れたんです。じゃ。ご主人様、ちょっと待ってください。どうしたのダグ。ご主人様の手に隠し持っているその鳥、今は出さない方がいいかもしれません。なんで。だってラッセルがすごく喜んでくれる。もともとはご主人様の指示は鳥を生け捕りにして連れてこいだった。だが先ほど新たな指示が入ってきた。鳥を見つけ次第食い殺せとな。食い殺せって。ちょっと、そうか。だからダグは今止めたんですね。私今こっそりとこのケビンという鳥を持っているんですけども、もしかして。ああ、シュンさん、アルファには絶対見せちゃダメだよ。それがアルファの探してる鳥、伝説の鳥なんだ。そうか。じゃあケビンはですね、アルファに見つからないようにこっそりと隠したいと思います。そうだ、みんなでおやつの時間にしませんか。お腹いっぱいになればきっと仲良くなれると思いますので。アルファは本気でケビンのことを食べようとしているみたいなので、このケビンはですねこっそりと隠れててもらいたいと思います。本当はラッセルと会いたいぐらいでしょうけどもね。ケビン出てきちゃダメだよケビン。そうですよご主人様、しっかりと隠しておいて。さっきから何の話をしてるんだ。とりあえずですね、今からみんなでおやつを食べて盛り上がりたいと思います。そしてカール爺さんのエリーとやり残したこともみんなで一緒に達成できればと思いますので、それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。誰の鳴き声だ。シュンさんがこの後みんなでお菓子を食べると言っていた。我々もこっそり聞いたが、ケビンの存在はしばらくアルファには黙っていないとだな。好きなお菓子なんですか、教えて。私たちはいろんなお菓子が大好きだが、先ほどラッセルから聞いた、ケビンはチョコレートが大好きみたいだ。みんなもチョコレートは好きかな。チャックルズビッグベビーに質問です。カール爺さんの空飛ぶ家というディズニーピクサー映画を知っていますか。もちろんだ。カールじいさんはとても心優しいおじいさん。その周りには素敵な仲間たちがいるからな。何としてでもエリーとの約束を果たせるように我々も手伝いたいと思う。これを見てるみんなどうか頼む。チャンネル登録と高評価をしてほしい。高評価の数だけ私の顔にメイクが増える。そしてチャンネル登録してくれれば我々みんなに笑顔が増える。これからも素敵な笑顔でいよう、ビッグベビー。それじゃあ皆さんまた明日。